ボレスワフ2世イロガトカは、クラックフ公、ビエルコポルスカ南部の公家、そして弟たちに領土を分割するまでは、前、シロンスクブロツワフの公家、焼以後は、レグニツァ公であった。また1277年からは、ノイマルクトの公家だった。ヘンリク2世の長男、母は、ボヘミア王をたかる1世の娘アンナ。ボレスワフ2世の小生には、1259年に、 ノガイとブルンダイによる二度目のモンゴル侵攻があり、弟たちの反乱もあって、シロンスク公国を分割、小規模な国家軍に転落した時代だった。衣装、ロガトカは寝取られ、夫を暗示する、格の生えたお意味する。特等校という衣装もある。1243年から1248年までの、シロンスク、オレンジ色が、ボレスワフ二世の保持できた領土、ボレスワフは、 父と違って統治者としての準備を十分にできないまま、君主の座についた。それは1241年4月9日、モンゴル帝国とのレグニツァの戦いにおいて、父が大抗為について、わずか3年で戦死したからである。この悲劇的な事件の後、シロンスク,ククゲの5人の息子のうち、長男のボレスワフ2世と次男のミエシコだけが、成人として、殺生を置くことなく、 統治者になれるとみなされた。しかし、最初の数ヶ月は、広告の統治が困難を極め、母親のアンナが息子を補佐したと思われる。一部の資料ではアンナが直に広告の摂政となったと述べている。この摂政期間は短く、同年中に、ボレスワフ2世は公式に単独の統治者となったが、その知性は、最初から苦難が待ち受けていた。モンゴル人は、 シロンスクの大部分を制圧した後で、ハンガリーへと移動していったが、この地域を永続的に支配しようと考えており、この状況は、ボレスワフ2世にとって楽観できることではなかった。ボレスワフ2世は、父からビエルコポルスカ南部とクラクフをも受け継いだが、長子領である、この地域を狙う他の諸公がすぐに反乱を起こした。マウオポルスカでは、1241年に、 マゾフシェココンラト一世は永久のクラック不幸の地位を主張した。クラックフの行政長官クレメントする主治の組織したマゾフシェコに対する抵抗運動が功を奏したおかげでボレスワフ二世はこの戦争を切り抜けた。しかし暗グなボレスワフ二世に失望させられた貴族たちは間もなく新たなクラック不幸にボレスワフ五世を選んだ。 ビエルコポルスカでの状況も他とさほど変わりなかった。レグニツァでのヘンリク二世戦士の方を聞くとすぐに、プシセミス一世とボレスワフポボジュヌイの兄弟は、かつてボーフビエルコポルスカコブアディスワフオドニツが、領有していた地域を取り戻すことを決意した。ビエルコポルスカの貴族階級及び、騎士階級は、この二人を、自分たちの広告の本来の統治者だとみなしており、 彼らの領土奪回運動を熱心に支援した。この時ボレスワフ二世は戦いを避けるために、ビエル・コポルスカの領土のすべてを放棄したが、その保証として三徳と未援事実の小規模な領地を得た。しかしビエル・コポルスカの公尺兄弟は、非打共的態度を取り続け、この圧力はシロンスククゲ内の不和の原因ともなり始めたため、ボレスワフ2世は保証として得ていた領地を放棄し、 1247年には、ビエルコ・ポルスカに対する要求自体を全面的に取り下げた。1248年から1249年までのシロンスク、紫色がボレスワフ二世の領土ボレスワフ二世は当初、父から相続したシロンスク広告を分割することなど考えておらず、広告の全権を自らの手中に置こうとしていた。1242年、 ルブシュを広告として与えられていたすぐ下の弟、ミエシュコが子供を残さずに死ぬと、その医療はボレスワフ二世の領地に統合された。しかし、ボレスワフ二世はあくまで弟たちとの共同での国家統治に抵抗したため、反乱が起きた。反乱を起こしたシロンスクク,クゲの若い王子たちは、すぐにボレスワフ二世を統獄してしまった。こうした事件のせいで、 ボレスワフ2世は周囲に対して極端に疑り深い性格になり、この性格は国家統治をさらに難しくさせた。反乱収束のための仮協定として、ボレスワフ2世は1247年に弟のヘンリック3世を広告の共同統治者とした。しかし、境治体制はうまく働かず、1年後に2人は広告をレグニツァグーグフルブシとブローツワフトに2分した。 さらに二人は、年少の弟たちを庇護することも取り決め、ボレスワフ二世がコンラトを、ヘンリク三世がブワディスワフをそれぞれ引き取ることになった。ボレスワフ二世は、長子として領地を選定する優先権があり、レグニツァを領有することにした。この地域では、カチャバとビエ10クの河川で金が取れるからである。レグニツァを選んだことは、ボレスワフ二世とブロツワフの貴族たちとの間で、 起き始めていた紛争を決定的なものにした。貴族たちはヘンリック3世が同地域を領しないことに不満を持っていた。間もなくボレスワフ2世はレグニツァ広告に実効的な支配を及ぼすようになったが次第にこの選択を後悔してブローツワフを回復しようと試み始めた。ヘンリック3世も新しく得た広告を手放す気はなく解決方法は 戦争だけとなった。ヘンリック3世とボレスワフ2世は戦争の準備を始めたが、二人とも十分な資金がなかった。そもそもこの時代、領土の分割は非常に一般的な観光だった。ボレスワフ2世は1242年にアウンハルト博ハインリヒ1世の娘で、チューリンゲン砲博、ハインリヒラスペノメイにあたるヘイトビヒと結婚しており、弟との戦争で、 妻の親族たちとのコネクションを利用して同盟者を見つけようとした。マクデブルク大司教が軍隊を拠出する代償として、ルブシュの半分がマクデブルクを領するブランデンブルクに譲渡された。だが、このドイツ人との同盟は、弟との戦争において、ボレスワフ二世に一時的な優位をもたらしただけであった。1249年、パリでの学業を終えた弟の一人コンラトが突然、 帰国し、シロンスクに対する自らの相続権を主張したからで、ある。ボレスワフ二世はこの弟に教会に入る、要説得、パッサウの司教になることを提案したが、コンラトは聖職者になるのを拒み、相続権を兄に告げなく断られたこともあって、ビエル・コポルスカコー・プシェミス一世兄弟のもとに亡命した。直後、コンラトは、プシェミス一世にすぐ下の妹、 エルジュビエタウと継がせ、自らは、プシセミスー一世の妹サロメアと結婚し、二重結婚で、プシセミスー一世との強力な同盟関係を築いた。そして、最終的な衝突は、その2年後の1251年に起きた。ヘンリック三世は、コンラトの主張を支持、プシセミスー一世と共同で、ボレスワフ二世の軍勢を破り、敗北した、ボレスワフ二世は、 自身の領土を分割することに同意し、コンラトに、グーグフを与えた。この分割以後、シロンスククゲの着形の諸侯は、レグニツァの小地域を保有するだけになった。シロンスクピアスト家の紋章である、王冠のないクロワシ戦後、ボレスワフニセイは、自らの広告における権威を回復するのに2年を、要し、敵対者だったヘンリック三世の助力をも、必要とした。 公爵兄弟の共同関係は復活し、彼らの関係は次第に良好なものになっていった。その後に起きたシロンスク公国内の派遣をめぐる争いにもヘンリク三世は干渉しなかった。この時期、ボレスワフ二世はビエル・コポルスカ・コーラ・ポーランド諸行及びブローツワフ主教とマッシュ一世と同盟していたが、ボレスワフ二世は常に弟たちばかりを支持する。 この司教を恨んでいた。ボレスワフ二世とブロツワフ司教との争いは、1257年に、ボレスワフ二世が司教を解任して、ブレンジョーに監禁することを決定した際に、最も激化した。ボレスワフ二世がこの法令によって、広告内の教会を支配しようと考えたかどうかは、明らかでないが、この振る舞いは直ちに波紋を受けることにつながり、 近隣の諸公達が彼に対して十字軍を組織する事態に陥った。ボレスワフ二世の弟たちだけが仲裁に入り、両陣営への働きかけを始めた。仲裁が功を奏し全面戦争は回避されたが、代償は高くついた。ボレスワフ二世は1261年に高額の賠償金を支払わされ、ブローツワフの大聖堂の門前で公式に懺悔させられたからである。 司教の勝利は明らかだった。ボレスワフ2世はヘンリック3世が死ぬまで友好関係を維持したが、その下の弟で反抗的かつ頑固な性格のグーグフコー不幸コンラト一世とは敵対的な関係のままだった。資料不足のせいで二人の争いは二回ほどしか判明しない。1257年、コンラト一世はボレスワフ2世をレグニツァの居城から誘拐した。 ボレスワフニセイは数ヶ月後に保釈金を支払い解放されたが、いくら保釈金を支払ったのかはわからない。こうした出来事がボレスワフニセイにとって不愉快極まりないものだったことは間違いないが、1271年、ボレスワフニセイはこんなと一世の領地だったブブル近郊のボレスワビエツを奪っている。1277年から1278年に、 かけてのシロンスク、ピンク色が、ボレスワフ二世の領土1270年以降、ボレスワフ二世の戦力の衰えが、顕在化し、彼は、自分の幼い息子により大きな権力を残そうと、動き出した。1273年、ボレスワフ二世は、長男のヘンリク5世に、ヤボルを広告として与え、自身は、政治の舞台から引退するかに見えた。しかし、 1277年に、ボレスワフ二世は皆を驚かせる行動に出た。ボレスワフ二世は、ローマをルドルフ一世との同盟に調印し、ルドルフ一世の要請に基づいて、おル二世の同盟者であり、自分自身のおいでもある、ヘンリック四世を誘拐した。この誘拐の口実は、1270年に、ボレスワフ二世の末帝である、 ザルツブルク大司教ブワギスワフが1270年に死んだ時、ヘンリク4世がブロツワフの3分の1を要求したことに対する罰だとされた。ヘンリク4世は高貴な囚人としてレグニツァの城に遊兵された。ヘンリク4世を解放するべく、ボヘミア王をたかる2世、グーグフ公ヘンリク3世及びビエルコポルスカコープシェミス2世の三者が連合。 両軍は4月24日にストレツの戦いで激突した。ボレスワフ2世の軍隊は、連合軍に比べかなり小規模であり、戦いが始まった時には敗北するかに見えた。しかし、ボレスワフ2世の息子ヘンリク5世が予想外の奮戦を見せ、諸公の連合軍を打ち破った。結局、この争いは賠償金で解決し、ヘンリク4世は、 自らの広告の領域の3分の1に当たる城だ、シロンスカをボレスワフ2世に譲渡することで解放された。この戦勝は、ボレスワフ2世にとって、最後の成功であり、1278年12月26日に58歳で、死去、レグニツァのドミニコ会修道院に埋葬された。医療は3人の息子ヘンリク5世、ボルコ1世、ベルナルトが分け合った。 ボレスワフ2世は、中央集権の失敗と、弟たちの反乱に敗北したことにより、シロンスク公国の分裂を招いてしまった。シロンスク諸公は、以後も、分裂と内乱を繰り返し、ドイツやボヘミアとの結びつきを強めた。この結果、後に、ポーランド王国が再興されたとき、シロンスク諸公は、ボヘミアに侵入、ポーランド王国から外れて、ボヘミア、 ひいてはドイツの両方化を招いた。1242年5月8日、アンハルト博ハインリヒ一世の娘ヘイトビヒと結婚、マニック人の子女を設けた。アグネシュカ・ビュルテンベルク博ウルリヒ一世と、結婚ヘンリク五世やドビガ・マゾフシェコー・コンラト二世と、結婚ボルコ一世、ベルナルト・コンラト、ヤロスワフ・カタジナとシェブニツァの女子修道院長、エルジュビエタ百六十八年、 ルートビヒホンハーケボルンと結婚1260年以後、東ポモジェの大家サンボル2世の娘エウフェミアと再婚した。しかし夫婦仲はうまくいかず、エウフェミアは不定行為を働いてスキャンダルを巻き起こし、愛人と共にグダニスクに逃亡した。しかしエウフェミアは夫の死後にシロンスクにいたことが判明しており、このことは夫妻が和解していたことを暗示している。 夫妻の間に子供はなかった。ありがとうございます。